東部シシバナヘビは、マイマイヘビかシシバナヘビ族に分類されるヘビ。シシバナヘビ族の模式種。模式標本の産地は、フィラデルフィア周辺。アメリカ合衆国。カナダ全長は30から80センチメートル。最大全長137センチメートル。体型は、非常に太い。胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の、数は23か25。 双排出口までの覆面にある幅の広い鱗の数は114から150。覆面の双排出口から後部の鱗の数は37から60。体色の変異は大きく、国家型の個体も比較的多い。背面には16から31個の暗色の反紋が入る。覆面の鱗は暗色で覆面の双排出口から 後部の鱗の色彩は腹板より淡い。粉炭の鱗は、シシバのヘビ族内ではあまり反り上がらない。種小名プラッテリーノスは、平たい角のい。粉炭板と全額糸の間には体にならない小型の鱗が1枚、入るが、稀に小型の鱗がない個体や2枚入る個体もいる。左右の全額板は間に小さい鱗が入らないため、接する。 唾液に獲物を痺れさせる毒がある。規定が砂地の草原や開けた森林、農耕地等に生息する。植生は動物食で主にカエルを食べる。繁殖形態は卵性。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。放卵した野生個体を最終思想の個体から生まれた繁殖個体が少数流通し、野生個体が稀に流通する。 ケージは脱走されないようなものを用いる。床材として、ウッドチップや、ウッドシェーブ、メンテナンス性を重視するなら、キッチンペーパー等を用いるがこまめに交換するように、する。多くの個体は、ヘビ用の餌として、専門店等でコンスタントに入手できるマウスに餌づいて、いないことが多く、またマウスに餌づきにくい。餌の面から属内でも、飼育の難しい種とされ、 類代飼育か繁殖例もほとんど知られていない。唾液には毒があるが人に対して威嚇等で噛みついてくることはない。しかし休時中に餌と間違えて噛みつくことがあるため注意が必要。長時間噛まれた際に患部が腫れ上がった例があるため長めのピンセットを用いたり夜間に置き餌をする通してなるべく休時中の接触は避ける。ありがとうございます。